くさーん、まんまるちゃんとお電話中。はい、しゃべれ。え？アラークさん、まんまると電話中。そうです、まんまるです、ダークさん。はい、こう久々のこの仮面をつけての登場です。はい、もう本日第2弾でございます。はい、まさか全然さ、仮面つけてる時と仮面つけてない時の声のさ、はい、声が違うね。はい、声が変わるね。はい、仮面は仮面なんだな。うるせえんだこの野郎。なんでそんなこと言うの。仮面つけてる人間は怖いんだよ。仮面ちゃん、はい、ラークさん、これ聞いてけね。ラークさん、これ聞いてけね。3、2、1、愛してるよ。カメちゃん、愛してるよ。はい、ということで、これカットインでございます。ありがとうございました。はい、世の中の男について、金持ってる男について、不倫をしてね、嫁子供を捨てていく男について、まんまるさん、お答えください。よろしくお願いします。早く言ってください。世の中の男で金持ってるやつは、はい、金持ってるくせに、はい、女に貢いでんだよ、それ。だからありえないです。いや、この間の枠でですね、アパートで飢え死にすればいいというね、ことを言った人がいるんですよ。え、その男が、男が考えてるらしいです。いや、それ、そういうことを言う時点で、はい、嫁も子供も大事にしてないから、もうクソや。あ、クソ、私もクソです。はい、ありがとうございました。違います。一生お前についていくからな。よろしくお願いします。私はついていきますから、よろしくお願いします。ということで、ラークさん、よろしく。ここからまんまるさんの反撃が出ます。3、2、1、どうぞ。世の中の男に対して不平不満を言ってください。世の中の男は、女に関して何も考えていない。あと、女に溺れすぎ、ありえない。やるだけの男や。でも、その飢え死にしろって言ってるのは、僕お門違いだと思うんですけど。飢え死にしろとかは、そいつの、その男の考えであってありえないし、嫁と子供がお前は言ったくせに、そいつはね、くせに、そういう時点で、人として最低っていうか、男として。な、僕がね、話を途中でバチって切っちゃうと悪いんだけど、まあ、僕が電動車椅子じゃなくて、もともとね、活躍してからチャンネルが生きてれば、その人にね、少し生活費でも養育費ではないけど回せからなと思うんだけど、まあ今のチャンネルで収益が出から、その人の枠で、俺の枠かな、俺の枠でユニセフにも募金したいんだっていう話はしたんだけれどもね。あ、そうなの。うん、だけど、まあその辺はさて置いといて、ラークさん、見学希望者ここにいますんで、よろしくお願いします。あ、まんまるに電話がつながってるんだ。僕殺される。え、私もお願いします、見学。無理無理、俺紳士。